どうもーコンと申します。お願いしまーす。ありがとうございます。お願いします。いや、動画開いてくれてね、ありがとうございます。いやー、なんか、部屋で、一人で喋る。虚しいですねー。まあ、それは置いといてね、タイトルコール行きましょうか。ちょっと待ってくださいね。よしー、ちょっとね、肩の力抜いて、ふぅ。 初めてのタイトルコールなんで、ちょっと緊張してるんですよ。あ、違いますよ。決して、その、時間稼ぎしてるわけじゃないですからね。喋ることないから、じゃないですから。いきます。過婚の実力以上、全力未満始まりました。言えた。よっしゃあ、うまく言えましたね。で、 こんなにうまくタイトルコールできた後に言うことじゃないんですけども、やばいです。これ何がやばいかっていうと、その、やばいを題材にラジオを撮るからやばいって言ってるんとか、一人でラジオを撮るのが寂しすぎるからやばいって言ってるとかじゃなくて、ほんまにやばいんです。ちょっと今の僕の状況を聞いてくださいね。ただいまですね。 5月29日、水曜日の9時7分なんですけど、あの、遠く甲子園の締め切りが5月31なんですよ。で、明日と明後日は僕、塾があるんですよ。これどういうことかっていうと、積んでるんですよね。もう積んでるんですよ。もう今日しかないくて、 絶対今日撮らなきゃいけないんですよ。だから今からも絶対撮ろうと思って、維持でももうね、撮ってます。でもね、こういうね、あのー、大事なことを先延ばしにするのがもう本当にね、僕の悪いとこなんですけど、まあ、チャームポイントなんで、可愛いいなーって思ってね、えー、いないと、やってらんないってことでね、はい。でもね、 僕、準備しようと思って、トーク甲子園の募集が始まってすぐなんですけど、そのですね、前の2023年のトーク甲子園の準決勝に上がった皆さんの動画を見やしてもらったんですよ。でそこで思ったのが、皆さん、このラジオが始まる前に音楽がかかってたり、ね、 この画面今みんなが見てるこの画面がちょっと編集されてたりするんですよ。はい。そうですね。一言。もうこれも、ね、一言だけはしてほしいんですけど、僕にそんな技術はないってことで、トーク一本で頑張りたいと思います。そしてですね、僕、過ンって言うんですけど、あ、これ本名じゃないんですよ。芸名なんですけど、まあ僕、芸人になるのが憧れでね、 でですねまあ僕のプロフィールといいますかねちょっと自己紹介ねさせてもらいたいんですけど今年ね愛知県の方とコンビを組みましてハイスクール漫才2024年で準決勝まで上がらせていただいておりますいやう嬉しいそれでねまだこう準決勝始まってないんですけど僕には夢がありまして そのですね、ハイスクール漫才で優勝して、そして名古屋吉本に入って、もう劇場番長って呼ばれたいんですよ。で、京都とか大阪とか東京には、でっかい吉本もメインみたいな劇場があるんですけど、名古屋にはないんですよ。だから僕が作りたい。そしてそこでもう劇場番長として、もう君臨したいんですよ。 それが夢です。うわ、でか夢でかいな、僕。自分で言っててすご、え、これ YouTube 出るやもんな。え、これラジオってこんな風でええんかなうーん。もうね、ラジオこんな風でいいのもう忙しすぎて最近、ちょっと頭回ってないんですよ。いやもうほん高校生忙しすぎるって、あ、忙しくてもう、あの、準決勝と決勝の日は、予定空けてます。はい、はい、はい。こんな風にね。 ごますび、すりながらねご。ご、ごますびって言っちゃった。<laughs> ちょっとね <laughs>。あのね、ちょっと噛んだのとかね、限定しないでください。お願いしますよ。本当に。ね、まあ、もうこんな風にごますりながら、こび売りながらの、まあ、ラジオなんですけどもね。えー、僕がね、芸人になりたくて、そして、もう、芸人さんが大好きってことで、今日のやばいのテーマです。えー、テーマは、 やばいほど笑える芸人さんです。もうね、もうやばいぐらい面白い、やばいぐらい爆笑できる、そんな芸人さんを皆さんに紹介したいと思います。もうね、一発目からいきますもう行っちゃいましょうか。ラジオってこんなでいいんですよ。もう自分の好きなこと話す。これがラジオですよ。もうやっていきましょうよ。それでは、一人目はこちらのピン芸人の方なんですけども、R1 グランプリ。 2016年、チャンピオン、ハリウッドザコシショウさんです。もうね、この人、もう面白すぎるのよ。誇張モノマネが、なんかね、誇張する前に、これまず誇張なしのやつがこれでってするんですけど、それから面白いんですよ。そしてですね、CBC アナウンサーチャンネルさんではですね、ザコシショウさんがよく取り上げられているんですけども、 <laughs> なんか真面目なインタビューの後ろにいたりとか、なんかニュースのところにいたりとか。で僕、これは絶対見てほしい。CBC アナウンサーチャンネルさんで、えー、配信されている動画で、もう皆さん <laughs> これだけは見てほしいんですけど、鑑定スキルで成り上がるというアニメのですね、声優に挑戦ってあるんですよ。その雑魚師匠さんが面白すぎる。ちょっともう本当に、 あの、僕、僕最近ね、筋トレにハマっててちょ、腹筋やるんですよ。もう夏までに、ちょっと腹筋割りたいなと思って、ちょっと頑張ってるんですけど、ま、腹筋ってなかなかね、筋肉痛ならんのですよ。やけど、ザコ師匠さんの動画一本見たら筋肉痛になるんです。そんぐらい面白くて、本当に見てほしい。お願いします。見てください。<laughs> じゃあ次の方行きましょう。 えー、次の方はですちょっと落ち着きますね。よし。M1 グランプリ2008年ファイナリスト。そしてですね、今年行われました第2回。ザ・セカンド2024年で準優勝を果たしました。ザ・パンチさんです。もう、もう同じことばっか言って語彙力ないみたいに思われそうなんですけど、もう、面白すぎる。<laughs> もう面白すぎる。もうね、 お客さんんを巻き込むんですよもうねちょっとね悪い風に聞こえちゃうんかもしれないんですけど笑いのかつげですよ会場全体がもう登場してすぐこの人たちは面白い人なんだって思わせてくれるそんな漫才師の方なんです特にパンチ浜崎さんのボケのね動きが面白すぎる。 もう僕の一押しポイントがありまして、ツッコミのノーパンチ松尾さんがちょっと頭を叩くんですよ。その時にパンチパーマなんですけど、パンチパーマが全然崩れてないのに直すんですよ。なんか、全然崩れてないのに整えるっていう。それをお客さんに見せつけるんですよ。なんかね、ツボなんです、それが。もう見てほしい。もうとにかく見てほしいです。 続きまして。あ、もうこんな時間やん。10分って早いですね。もう次行きましょう、次ね。え次はですね、M1 グランプリ2022年ファイナリスト Q さんです。ということでですね、ザコ師匠さん、ザパンチさんは結構ね、ハイテンポなんですけど Q さんはかなりね、スローテンポな漫才なんです。でもね、独特、独特な世界観で 思わず吹き出してしまう。もう心から笑ってしまうんですよね。特に僕の一押しポイントは、ツッコミの清水さんの、めっちゃええやんっていう、もうツッコミなんか肯定なんかわからん。このフレーズがめちゃくちゃおもろいです。なんかね、面白いしか言ってないな。こんな風に、えー、そうですね、この過婚の実力以上全力未満では、自分の好きなことを話していこうと思います。そしてですね、 コメントしていただければ、それについても話そうと思います。迷ってたのは小説とかも話したいなーって思います。それではね、また次回の、えー、過去の実力以上全力未満で会いましょう。それではまたさようなら